は今日はこの超ミニタオルを使ってママ着替えをしていこうと思います。じゃあまずは上から見ていこうと思います。めっちゃ恥ずかしい。じゃあ脱げました。次はブラを取っていきたいと思います。よいしょ、ブラも外せました。大丈夫だったかな。今回も上手に脱げたんじゃないかなって思います。このタオルでも意外といけたので、次はもうちょっと細いタオルでチャレンジするのもいいかなって思いました。今日はこれで終わりです。じゃあねー。